はい、こんにちは。マイチャンネル、マイハラでーす。はい、今日はこちらですね。トミカシステム3ウェイジャンプ道路セットです。はい、こちらですね、トミカの、新しい道路が出ましたね、しかもですね、なんと組み立てて、3つのタイプに変形させることができるみたいですね。なんか組み立てるっていうこういう感じだとなんかプラレールっぽいよね、うん、ただ今まで出てたトミカの道路には対応しなくて、ちょっとね、あの接続部分の形が変わってるみたいですね、はい、セット内容こんな感じでいろいろ入ってますね。3タイプに変形できて、しかもジャンプ台がついてるんだよね、そこが面白いかなと思いますね。ジャンプ台ってあのトミカジャンプして他の道路に乗れるんだよね。そう、ジャンプして、それでただねガードレールがあって、そこで外に飛び出さないようになったりしますね。では早速開けてみましょうか。はい、では開けますよ。はい、よいしょ。坂レールがいろいろ入ってるね、あ、これジャンプ台や。あ、そうだね。あとこんな感じでいろいろ入ってる。とりあえず出してみましょうか、はい、では内容物をちょっと見ていきましょうか、こちらがガードレールですね。これが5本入ってました、で、木が2本でしょ、それとストッパーが1個ですね、で、こちらが橋脚です。それで1段橋脚が2個、2段橋脚が3個、3段橋脚が1個、4段橋脚が3個、あと8段橋脚が2個ついてましたね、それで坂脚道路の R が1つでしょ、で坂脚道路の L が2つ入ってましたね。坂脚道路って言いにくいね。そしてこちらが直線の坂脚道路ですね、2個ついてましたね、そしてこれがジャンプ道路ですね、でこちらに曲線道路、これが4本ついてます、そしてこちらが急坂道路ですね、でこれが T 字道路です、そしてこれが直線駐車場で、最後にこちらが取扱説明書とステッカーになってますね、ではまずこのレイアウト一応組んでみましょうか、はい、こんな感じで道路組み終わりましたね、なかなかいいね、ですごく良かったのがこの橋脚と道路、この接合部分がかっちりはまるところだよね、やっぱね、こういうところがね日本だね、トラックマスターも全然この辺甘いからね、全然ちゃんと組めないからね、こんな感じでございます、そしてこちらの3ウェイジャンプ道路セットには、あのスバルのBRZ っていう車がこれが付属しておりました、これ嬉しいね、買ってすぐ遊べる感じだね、こちらの車はですね、ちゃんとドアが開きますね、ここはトミカだな、やっぱね、それとこのおもちゃ屋さんでトミカ何千以上買ったらっていうキャンペーンで、こちらのフェアレディ Z、 これもですねもらいましたね、よかったね、はい、はい、フェアレディ Z こんな感じですね、かっこいいね、かっこいい、素晴らしいですね、もちろんドアも開きます、はい、それではこちらの2台をちょっと発車してみましょうか、この2つのトミカは同時に発車するためにストッパーがついてるから、そうだね、止めて、トミカではよくある発車す方だよね、はい、では1、2、3、初めてやるね、やってみてください、3、2、1、スタート、おいった、おお。なるほど、飛んだ飛んだね、ここ坂道なんだね、そうそうそう、坂なんだよ、で飛んでこのガードレール激突すんだよ、普通じゃありえないけどね、こっから手押しでこんな感じで進んでいくと、でここだよ、ここ、急坂レールで、急坂レールだね、これで、ちょっと急坂道路だね、道路の中のやつって感じ、これ反対側に落ちたら、あ、落ちた、今たまたま落ちたけど脱線しなかった、脱線じゃねえか、コースアウトしなかったね、あ、大丈夫、ちゃんとこのガードレールが一応機能果たしてんだな、スタート、スタート、結構すごいスピードだねこれ、じゃあカーブを発車してみようか、じゃあ発車してみましょう、はい、マックイーンと、レッドか、マックイーンとレッドしかうちは持ってないんだよね、はい、では行ってみてください、せーの、ほい、あ、ちょっと詰まっちゃったね、でかいからか、でもなんかこういうコースはマックイーンの方が合うけどな、ちゃんと駐車場もあるんだね、そうだね、行けるね、
おお、今度はうまくいったかな。あ、ちょっとやっぱそこが、あれだね。うん、ちょっと、中継。ああ、そうだね。そこ詰まっちゃうんだよね。うん。中継だ。じゃあ次はトマスをやってみようか。あ、トマスやってみましょう。うん。トミカと言ったら、じゃあトミカ、トーマスがいっぱいあるからね。うん。すごい並べちゃったけど、どうでしょうか。どうでしょうか。お、行く行く行く。おお、わあ。パーシー、パーシー脱線。パーシーもトーマスも脱線。ああ、やっぱちょっと連結してると難があるか。ああ、ちょっと無理だね。うん、連結してるとダメっぽいな。うん。そうだ、トーマスだったらいいじゃん。パーシーもやってみようか。パーシーも多分1台だったらいけるはず。いける。あ、ちっちゃいか。ちっちゃくて。ああ。いろんなトミカ、うちにあるトミカ並べてみました。どうなるでしょうか。行ってください。おー、いった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 。全部行った。全部成功。でも大渋滞。ここで大渋滞になっちゃった。では今、レイアウト1やってみましたので、レイアウト2と3もちょっと試してみようか。はい。はい、レイアウト2が完成しました。こんな感じだね。ね、パーツが3つほど余ったね。こんな感じだね。では、発射してみましょうか。うん、じゃあまず、白いのからね。立体交差になってんだよね、これ。これはいいじゃん、立体交差。はい、それでは発射してみてください。はい。おー、いい感じだね。いいね。はい。この坂があれなんだよね。うん、反対側に発射すると、発射してみて。はい。そう、コースアウトしたんだよね。コースアウト、コースアウトした。ここにガードレールがなぜかこっちについてんだよね。で、これは内流にちょっと変えちゃおうか。こっちに変更してみようか。変更した方がいいよ。そうだよね。それだと多分大丈夫だよね。うん、じゃあコースアウトしてないでしょ、これだったら。ほら、大丈夫だ。ほら、ね、こうした方がいいね。こうした方がコースアウトしない。うん、オッケーオッケー、うん、おー、いいね。今のいいね。かっこよかった。もう一回。おー、いいわ。早い早い。じゃあ最後にレイアウト3もやってみましょうか。うん。はい、それではレイアウト3、レイアウト3組んでみましたね。こんな感じです。長いね。レイアウト3が一番長い感じですね。これが一番場所取るかな。レイアウトにはコンパクトでよかったけどね。あまりパーツはたったの1つ。そうだね。この橋脚いくつだ ?4 か。4ですね。では発射してみましょうか。はい。はい。おお、いいね、いいね。うん、ああ。あ、これが一番でも楽しいかもしれない。うん、走ってる感じがすごいする。うん、じゃあ。反対側もやってみる。はいはいはい。ああ、いいね。あ、うん。ちょっと大雑把しちゃうんだな。そうだね。交差しちゃったね。うん。おお、いいね。くれってボタンとか一緒だよ、ね、ここで待ち合わせできたじゃん。うん、4だ。おお、また渋滞だ、ここで。うん、こうやって組み立てられるコースってのもなかなかいいな。うん、今回はね、レイアウト通り 1,2,3 やってみたけど、そうじゃなくてオリジナルのレイアウトもね、いくらでもこれだったら作れるからね、楽しいよね。はい、ということで今回はトミカシステムの 3way ジャンプ道路セットでした。イエーイ、イエーイ、成功。